後志国。後志国、後志の国は、大宝律令の国軍佐渡制を踏襲し戊辰戦争、箱館戦争終結直後に制定された日本の地方区分の国の一つである。5畿8道のうち北海道、両西に含まれた。国名の由来は、阿部比羅夫が軍領を置いた後方要帝、後志の語音にちなみ、後志国を流れる後別川のアイヌ語、後平、山の川を取り、音訳して、後志としたもの。命名者は、松浦武四郎。道南から道央にかけての地域に位置し、現在の後志総合振興局管内の内虻田郡と小樽市千箱4から5丁目相当区域を除いた大部分と檜山振興局管内の瀬田名町以北及び奥尻島にあたる。ここでは、後志国成立までについても記述する。日本書紀によると、蝦夷政党の行われた、斉明天皇6年3月、阿部比羅夫が、平米内弁島で、宿臣の砦を陥落させたとあり、この平米内弁島は、現在の奥尻島であると言われている、宿臣の本拠地、樺太とする説もある。飛鳥時代当時、後志国域においては、薩門文化が盛んであったが、後に、渡島半島を中心とする地域では、薩門文化と本州弾き文化の混合的文化である青苗文化が成立した。この青苗文化を背景として、本州と蝦夷との交易に携わる渡島と呼ばれる人々が現れた。渡島の居住地は道南であったとされ、活動範囲は渡島半島周辺地域にも及んでいた。また、北海道の日本海側には、唐子と呼ばれる蝦夷も居住していた。鎌倉時代以降、渡島や唐子は、蝦夷管領の支配下に置かれていた。室町時代に入り、享徳3年に、正木藩祖、武田信弘公が、工藤郡域に上陸。それから間もない弘正3年、長禄元年、応仁の乱のちょうど10年前にあたるに、古社満員の戦いがあり、余市以西の後志国域も、和人と蝦夷の争いが繰り広げられた。江戸時代には、正木藩によって開かれた場所と呼ばれる、知行地において、正木藩家臣と蝦夷の人々との交易が盛んに行われ、この当時旧家、余市運上家をはじめとする運上屋が各地に建てられている。制度的な詳細は商い場、場所知行制及び、場所請負制を参照されたい。場所と後に設置された郡の対応は、下記の通りである。江戸時代から、明治時代初頭にかけての後志国の交通について、陸上交通は都東国西郡から工藤郡までは道、道道北檜山大西線の前身が通じていたものの、それ以北は、太田、持田、大連、積丹半島などの難所があり、陸路が途絶える箇所があったが、文化年間に、岩内郡と余市郡を結ぶ余市参道、国道276号、国道5号稲穂峠の前身が、開削さ道中の宿場として笹郷屋なども設けられた。安政年間には、工藤郡から太呂郡に至る太田参道、瀬田名郡と島牧郡を結ぶ、狩場参道、磯や岩内両郡の境の雷電嶺、以上、国道229号の前身、小樽郡の小樽線関間道路、国道5号の前身などが開削され、通年の陸路での移動が可能となっている。また、後志国内の河川には、藩政時代から廃止地県までの間15カ所の船場数があり、渡し船なども運航されていた。海上交通は、北前船の航路も開かれ寿都、余市、小樽などに寄港していた。江戸時代初期の寛文9年6月、日高国域を中心に和人と蝦夷、アイヌの戦い、釈社院の蜂起が起こり、その平定後、後志国域内の余市でも正木藩と蝦夷の間で、標準の確認が行われた。元禄元年以降、積丹の新井岬北が、女人禁制となる。江戸時代後期の文化4年には、国防上の理由から、後志国域は、公儀5領、幕府直轄領とされた。文政4年には、正木藩の元に戻されたものの、安政2年再び公儀5領となり、久遠から、出張陣屋の築城された寿都郡までが、津軽藩、歌津郡以北は、庄内藩が警護を担当した。安政6年の六藩分領以降も、大半が津軽藩、瀬田名郡以南と庄内藩、宇多津郡以北の傾向地、広義5領のままであったが、島巻、寿津の2郡、場所は津軽藩領となっていた。同年、新井岬の女人禁制が解かれている。幕末までに、後志国域のほぼ全域が和人地となっていた。寺院は、室町時代の文明元年6月5日に、曹随法が、奥尻郡に岬山法源寺の前身である草庵を、建立。これは、延徳2年、大館、都東国津軽郡 2.。江戸時代になると、元和3年5月に岬山法源寺の薫流が、奥尻郡、現在の青内地区に、空国山内仙寺を建立したが、これも寛文7年に、岬城ヶ倉町に移転している。また、江戸時代にはこのほか島巻郡の浅草寺、磯谷郡の元王寺、岩内郡の気圧院、小樽郡の龍徳寺など多数が建立されている。後志国への和人の進出は古く、大田山の上社は、室町時代の嘉吉年間、1441から1443年に創立されたと伝えられ、道南五大霊場の一つとして、信仰を集めている。また、古郡の厳島神社は、安土桃山時代の寿津神社と御所神社は、江戸時代前期の創建。下記の神社以外にも、江戸時代以前に創建されたものは多い。和人の北海道進出の多くは、漁業関係者であり、そのため沿岸部に、個人的に祭祀した例が多い。特にニシン漁が栄えた地区に大規模の神社が多く、祭礼も盛大であった。車庫丹町、吉国、古平、岩内町、余市町等がその例である。明治になり、国策として、伊勢神道系に統一されていったと想定される。余市神社について、北海道神社庁のページでは1827年、林長左衛門が伏見稲荷から分霊し湯戸の山下に祭祀したと紹介されているが、1828年勘定の伏見稲荷の分霊は、旧家、余市雲上家に併設されていも入れ神社である。余市神社は、伊勢神道系の神を祭神としており、稲荷系の神は祀られていない。参照文献、余市長史。余市神社の最勝の木については、交渉伝説がある。後志国は以下の17郡で構成された。以上のほか、分領時には、兵部少領のほか寺社領や旗本領もあった。明治5年、1872年の調査における人口は 19,098 人で、北海道の中では都東国に次いだ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。